サミュエル・バーバー、サミュエル・バーバー、1910年3月9日から1981年1月23日は、米国の作曲家。特に弦楽のためのアダージョが有名。ペンシルベニア州ウェストチェスター出身。下界の父とアマチュアピアニストの母の間に生まれる。19世紀のアメリカ東部で名声を博したオペラ歌手、ルイーズ・ホーマーの甥いにあたる。 その夫シドニーは19世紀のニューイングランドなどで人気の歌曲作曲家であった。フィラデルフィアのカーアーティス音楽学校でロザリオスカレロに作曲を学ぶほか、ピアノ、声楽を専攻。また、フリッツライナーに指揮も学ぶ。三優等を得て卒業した後、1935年にローマのアメリカ学士院より奨学金を得て、翌年よりイタリア留学を果たす。 同地で、弦楽史重奏曲第1番路単調を作曲。この第2楽章が後に、弦楽が奏用に編曲され、弦楽のためのアダージョとして、広く親しまれるに至った。同世代のパリに留学したアメリカ人作曲家、例えば、コープランドやカーターなどとは違って、モダニズムや実験的姿勢に走らず、家政法や学識において、かなり伝統に従っている。 バーバー作品は豊かで華麗な旋律が特徴的で、シンドマン主義音楽の作曲家に分類されている。同じく、イタリア留学組のハワード・ハンソンと並んで、最後のロマンティストと評されるゆえんである。とはいえ、いくつかの作品、例えば、バイオリン競争曲のフィナーレにおける無調、ピアノ・ソナタの中間楽章における十二音、ピアノ競争曲におけるプロコフィエフバリの打鍵主義など、 現代的な要素が皆無というわけではない。ピアノ伴奏内しは、還元楽伴奏の歌曲集は、とりわけ英語圏出身の歌手にとっては不可欠の、20世紀の古典的レパートリーとなっている。初版では、弦楽四重奏とバリトンのための、ドーバービーチ、中世アイルランド無名作家による詩に基づいた、ジ者の歌、ソプラノと還元楽伴奏のための、ノックスビル、 1915年夏などは特に有名である。この輝ける夜にシュアオン・ディス・シャイニング・ナイト作品13から3はエリア・アーメリングなどのレパートリーにも入った人気の歌曲で、後にオーケストラ伴奏版も作成された。バーバー自身は優れたバリトン歌手であり、声楽の訓練も受けたことがあった。声楽家兼作曲家としてカーティス始終相談と共に、 自作の演奏旅行をしたり、ドーバービーチなどの自作の録音を残し、レコードが発売されたこともある。ただし、バーバーの声楽家としての録音点数は少ない。大規模な合唱曲として、キルケゴールの祈り、1954年と恋人たち、1971年がある。また、弦楽のためのアダージョに、ラテン語の天礼文を載せた、アニュスレといった秘曲ある。 バーバーはまた優れたピアニストでもあり、人前で舞台に立つことこそなかったが、1日の仕事を始める前に、バッハの平均率クラビエや曲集などを弾く習慣があり、とりわけ、スクラービニやラフマニノフのピアノ曲に傾倒したと言われる。また、ラフマニノフの使っていたピアノを所有していた。ピアノゾナタは1949年に作曲され、ホロビッツによって初演された。 それゆえこの作品は国際的に有名な演奏家によって公式に初演された最初のアメリカ人作曲家によるピアノ曲とみなされている。またこの作品はリチャード・ロジャーズとアービィング・バーリンが創設した楽譜出版社から出版されている。その他の器楽曲のうち純粋な還元楽作品としては弦楽合奏のためのセレナーで2つの公共曲。 1> 第1番保丹町、1936年、第2番1944年、演奏海洋上局、悪口学校、1932年、シェリーによる一景のための音楽、3つの還元学のためのエッセ制、順に1938年、1942年、1978年、がある。他に、競争局では、バイオリン競争局と、蝶々、 チェロ競争曲、ピアノ競争曲、1962年9月24日に、ジョン・ブラウニングとボストン公共楽団により、ニューヨークで、初演がある。晩年にニューヨークフィルハーモニー還元楽団から、オーボエ競争曲の作曲を依頼されたが、他界する前に、感情楽章を残すに留まった。この作品は後に、第三者、チャールズ・ターナーによって、オーボエと、弦楽合奏のための、 カンツネッタとして編曲されている。バーバーの没後の初演では、当初から予定されていた応募演奏者、ハロルド・ホンバーグが引退した直後であったが、特にその演奏のために独奏者として一回だけ、復帰し、ズビン・メータ式で演奏された。また、カプリコ音ン競争曲は、いくつかの独奏楽器と、弦楽合奏のための、近代化された一種のコンチルト・グロッソである。 バーバーにはいくつかの歌劇があり、40年余りの間、私生活のパートナーだったジャンカルロメノッティの台本によるバネッサは、ニューヨークにおいてメトロポリタン歌劇場において演され、評論エス g や聴衆から圧倒的支持を受けて成功を収め、バーバーにピューリッツァー賞が授与された。しかしながら、ヨーロッパ初演では礼遇され、その後も国際的な日の木舞台に登るまでには至っていない。 1966年のアントニウスとクレオパトラはフランコゼフィレッティの台本によるが失敗。その後、ジャンカルロメノッティの改訂が加わり再演された。マーサ・グラハムのために作曲されたバレエ音楽、メディアの瞑想と復讐の踊りは印象主義的な部分と表現主義的な部分の交錯する怪獣な作風をとり、近年では一種の公共詞、あるいは 武用詞として演奏されるようになりつつある。1981年、リンパ洗顔により、ニューヨーク市内の自宅にて死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。